あらまあ、こばちゃん贅沢だね。お土産で買ってきたんだけれども、一個買ってきたら愛花がやたら気に入っちゃって、ずっと一緒ってやってて、で、次取り寄せたのかな。そうしたらちびっちゃいのを持って出かけて置いてきちゃったんだ。愛花、旅行先に。何が？熊の話。うん。で、置いてきちゃって、それでまた新しいのを注文して、今持ってるのが第3号だよ。3? 多分3だと思うよ。くまちゃんへ。私が小さい頃からそばにいて見守ってくれてありがとう。くまちゃんは私が楽しい時も悲しい時もずっと一緒にいてくれたね。怖い夢を見てしまった時もくまちゃんと一緒なら安心して眠りにつきました。昔はくまちゃんがいないと眠れなくて旅行先にお供してもらったりしたのを思い出すよ。今ではもうくまちゃんがいなくても寝れるようになってしまいました。私もどんどん大きくなって、小さい頃は四六時中ずーっと一緒だったのに、今では寝る時間にならないとまともに近くにいれないね。今度は昔みたいにおままごとしたり、どこか遠いところにお出かけしたいなって思います。引っ越す前には大きいクマちゃんもいたけど、大きくて今のお家に持っていくのが大変だから捨ててしまいました。寂しい思いをさせてごめんね。他にも小さいクマちゃんがいるから、その子たちとたくさん遊んでね。私は今年で17歳になりました。これからも末永くよろしくお願いします。私より。